北村昭弘は日本の俳優である。本名同じ。高知県高知市出身。土佐塾中学校、高等学校卒業。身長170センチメートル。体重68キログラム。シアータレントマネージメント所属。土佐塾中学校、高等学校在学中に家族旅行でアメリカへ行ったことで現地の自由な雰囲気に刺激を受け。 ハリウッドで映画を勉強する決意をする。担任に大反対されるも、母親に後押しされ、高校卒業後に渡米。日本人の多い都会に行くと英語を話す機会が少なくなると考え、最初にノースカロライナ州の大学で英語と映画制作を学び、その後ロサンゼルスへ移住する。ロサンゼルスの演劇学校ザビバリーヒルズプレイハウスで演劇と監督術を5年間学び、 在学中にダニエル・ボールドウィン出演の長編映画アイル・ビ・ー・ゼア・ウィズ・ユーを監督する。2008年にアメリカの人気リアリティ番組ニューヨーク・コーズ・ツー・ハリウッドやフロム・ジーズ・ツー・ジェンツに仕掛け役で出演。北村はフロム・ジーズ・ツー・ジェンツで黒人ギャングたちに女体盛りの食べ方を指導する日本人男性を演じていた。そんな彼をテレビで見た。 洋島からの手紙などの作品のキャスティングディレクターを務めた弓高田が彼をムカデ人間のオーディションに誘った。ロバート・デ・ニーロやアルパチーノが実践することで知られるメソッド演技法をアメリカで学んだ北村はムカデ人間の活動役で今までにない日本人像を求める。リサーチをしていく中でボクシングの亀田三兄弟の父親である亀田ダ郎と約光が ワイドショーで口論を繰り広げる動画を YouTube で発見。インパクトのある関西弁を喋る亀田ダシローをモデルにして、その役作りをした。ムカデ人間の脚本にはセリフが書かれておらず、ほとんどが北村の即興だった。おとなしくて礼儀正しい日本人のイメージを壊す大胆な演技が評価され、2009年に人気ドラマシリーズヒーローズ、 ヒーローズの正しい役に抜擢される。連続ドラマのエピソードの中で、ストーリーの鍵となる、ゲストスターの役に、当時日本での芸能活動の経験がない北村が、抜擢されたことは、話題となった。2010年の夕張国際ファンタスティック映画祭に、ムカデ人間が招待され、同映画祭で、入江優監督と出会う。SR 埼玉のラッパーシリーズに出演したいと、 願っていた北村は、ムカデ人間日本公開時に入江監督とトークショーをした際に、SR 埼玉のラッパーロードサイドの逃亡者の公開オーディションと自ら宣言し、観客の前で熱いラップを披露。その2週間後に入江監督から同作への出演オファーをされた。ツイッターで、富士テレビのテレビドラマプロデューサーである村世間とつながり、2013年の大型時代劇。 女、信長の滝川和正の役に抜擢される。現場ではムードメーカーとして伊勢や雄介や中村指導など周囲の人間に愛されていた。中村指導は北村の才能を天才と称している。1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックの水泳1500メートル自由型で金メダルを獲得した北村クスオ王子に持つ。 2016年2月28日にはアメリカを中心にモデルとして活動し数多くのワールドワイドキャンペーンに登場しているかは、カズミアキラとの結婚を発表した。ありがとうございます。